はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日は鉄腕電車でバトルという新しいゲームをやりたいと思います。で、まあこの鉄腕地点ニューゲームで、まあ全国からやります。で、ホームジュニアで遊びたいと思います。まあ、3位入賞でクリア、まあ、地方予選みたいですね。でポンと言われてから左スティックを前に倒す。あ、雪が降ってきて、車線変更も L1 でできる。で右に車線変更した場合は R1 ですね。まあ、こういう風に遊ぶ。で、曲がるときはなんか原則はですね、左スティックを下に倒しながら右スティックをなんか調整するバランスがいいです。こういう風に出す。脱線したときは発生した時は右スティックを左右に素早く振ることで、すぐ線路に戻ります。あ、こういう風に。こういう感じで。あ、今抜かれました。こういう風に邪魔されちゃう。まあこういう風に邪魔だと感じたらこういう風に。こうやって。まあ検索しながらやっぱ曲がった方がいいのかな。そろそろ駅があるので、まあ、こういう風に、あー、ちょっと素晴らしい。ない。お、1位です。あ、1位みたいです。まあ、コングレージュレーションですね。まあ、こういう風に遊べるみたいです。で、リプレイがあります。で、3、2、1、5って言われる前に、左スティック、アクセルを踏んでしまうと、ちょっと、あ、フライングということで、3秒ぐらいちょっと、止まった状態からのスタート、3秒ぐらい遅れてからのスタートになります。結構傾いてる。まあこれが鉄腕みたいですね。 F1 とかいろいろありますけど、電車鉄道の F1 バージョンということで鉄腕みたい。まあ、いきなり1位取れるとは思ってなかったんですけど、昨日ですね、まあ、3時間ぐらい練習してですね、やっとまあ、こうなりましたね。やっと操作がなんとなく分かってきた感じです。まあ選ぶ鉄道によってもなんか性能が違うみたいですね。北方空トレインにしたのかな。それで昨日遊んでたんですけど、加速はいいんですけど、なんかブレーキがかかるのがちょっと遅いとか、なんかそういうのがあったんで、ちょっと選ぶ車両によってもスピードとかブレーキの効き始めが遅いとか、そういうのがある感じですよね。
やって走る。まあ1両よくこれ考えたなって思ったんですけど、まあ10両とかにしないで1両にしたっていうのがよく考えたなと思って、1両の電車で、でそうするとまあ面白いゲームですね。でもう一回あります。今度は第2ラウンドです。で、まあこういう風にぶつけられる、後ろからぶつけられるとありがたい。5位ですね。止まって時間が止まる。じゃあもう一回ですね。5位ですね。あ、そのまままっすぐ行っちゃって。止まるとき、ゴールするときは丸ボタンで、ブレーキなんで丸ボタンを攻めるとき、
まあ脱線しちゃうとちょっと思いますね。まあ入ってるうちは脱線しないんで、そのまま行っちゃっても大丈夫。減速しないで曲がった方がいいのかな。これはダントツの最下位です。あ、5位。6位の多分リタイアっていうのは1ホームにつき1両しか入れないんで、あの同じホームに2つの車両入れないんで、多分6位の常磐 JR はリタイアになっちゃう、リタイア扱いになってしまう。ここで、あ、今フライングしました。でちょっと遅れてスタート。でタイヤタイヤこうやっていく。やっぱ減速しながら行った方がいいのかな。あー、はい、ね、ここにパッとこういう風に、こういう風に、こういう風に
かいいかなって。前に車両がいるホームに突入するとこういうふうにリタイア扱いになる。まあちょっとさっきフライングしちゃったんで、でちょっとじゃあ左側に行ってみて、左側に行くとまたちょっと違うんですよ。こういうトンネルがあります。さっきとちょっと走ってるコースが違う。脱線しないんじゃないかなって感じですね。まさか1位が取れるとニューレコード。まあこういうゲーム、リプレイのゲーム。あの手前の緑の電車が函館トレインですよね。函館トレインじゃなくて札幌トレインで、緑の今から左側の電車が多分、わかんないな、一応札幌トレインと函館トレインとホーム JR と常磐 JR、 サンリークトレインとセンダートレインとアグクーントレインとアイズートレイン、アイズートレイン、急とかですとね、急急トレインになってます。多分これ JR から許可取れなかったみたいな感じですね。なんか鉄道会社に許可取らなくてこのゲーム作ってる会社が裁判沙汰訴えられたとか、なんか訴訟があったとか、そういう噂も聞いてるんですけど、
ただですね、このゲームのあのケースの裏面見るとですね、日本音楽著作権協会、これジャスラックですよね。そこには許可取ってですね、音楽の著作権に関しては許可を取ってるという。まあただ鉄道会社にはちょっと許可を取ってなかったのかなって感じですね。でここでセーブ画面ができます。セーブ画面が出てクリエイト作ります。まあ第1ラウンド第2ラウンドクリアしてやっとセーブができる感じですね。データ1に保存。でセーブしましたって出ました。まあこういう感じで、まあこのゲームも遊んでいきたいと思いますんで、まあなんとか決勝もあるみたいでね、まあ、決勝までいけるようにいければなと思っています。まあ、以上で見ていただきありがとうございました。